神田和美、神田和美は、連続ドラマ、女王の教室における半崎小学校6年3組の、ヒロイン、物語の中心的人物である。最終話のラストシーン及び、ドラマスペシャル女王の教室エピソード1打天使では、中学1年生。演じたのは、志田未来。当時、児童劇団の無名子役であったシダは、和美役を演じたことで、一躍有名になり、 彼女にとっての出世作となった。主演の天がゆう悪妻やマヤより、ドラマの中での登場時間数は多い。シダは民放連続ドラマ初レギュラー出演である。平成5年5月10日生まれ、血液型 AB 型。身長142センチメートル、体重32.8キログラム。最終話に登場するマヤの極秘資料で、AB 型と確認できるシーンがある。 同じく志田が演じた14歳の母の主人公、一ノ瀬美希も AB 型、手術前、高畑淳子演じる、的場春子の発言で確認、志田本人も AB 型である。ティヒ、という決め台詞がドラマのシンボルでもあり、これは照れた時や何かをごまかす時に多用される。志田の元祖トレードマークにもなっているが、もともとはデー、で、 と書かれていたものをシダが改訂したものである。事実、第一話で、姉、ユー、カホが、何が手へよと台本そのままに喋っている。握り拳を前頭部に当てる素振りも、シダのオリジナルである。ティヒ、は、ミヤマカレンが、僕と彼女と彼女の生きる道で人気を得るきっかけとなった、はい、というセリフと比較すると、あまり流行はしていない。 14歳の母の番宣で出演した Yahoo ブトークでティヒッのリクエストがあり、照れながら一度だけティヒッをやっている。そのティヒッであるが偶然にもテヘイという英単語があり、同じくティヒッと発音するが意味はエヘヘイヒヒ,ヒである。また後の同枠のドラマスクラップティーチャー教師再生でも同じような仕草が登場する。こちらは てへとなっているが、ポーズはそのまま用いている。女王の教室における中心的な児童、みんなと仲良く思い出を作りたいと考える、極普通な平和主義の女子、ティヒ、や、ダハーなどの可愛らしい言葉を発する。マヤのやり方に納得できず、友達だと信じていたクラスメートにことごとく、裏切られるが、ひたすらクラスメートをかわい続ける彼女によって六年三組に、 再び絆が戻る。彼女自身は、マヤと戦うことで人間的に成長し、いつの間にかクラスを引っ張る存在となった。そして彼女の成長は、彼女の家庭にも、好影響を与えてゆく。マヤに、私のいじめに耐えられる一番強いこと見抜かれた、彼女は、最初から、マヤのターゲットにされていた。最後まで貫いた思考が、カンバラ小学校。 発人知時代のマヤと似ている。勉強が不得意で元気だけが取り柄とも言える。私立中学校に通う病弱でクールな姉、優とは対照的である。しかし、マヤの去った後、少しでも恩返しをしようと一生懸命勉学に励み、念願であった姉と同じ中学校への入学を果たした。当初は私立は無理と思われていた。勉強の不得意な一例としては、 くしろという漢字をくしろと書いている。スポーツも不得意である。そそっかしい性格はいつも台所で皿を落として割っている母、あきこにそっくりで、学校では筆箱や給食のカレーを床に落としている。歌も音痴である。個人授業、フィンガーファイブ、雨、三千英子、旅立ちの日に、仰げば尊しの他に、もぐらくんの絵描き歌を歌っている。 クラス仲間のマナベユウスケとカウントエイトという漫才コンビを結成。ヨシスケの宝物であるタタッキーというモグラのぬいぐるみを探し当てた後、ヨシスケに元気づけられた辛い時はカウント八を得るという言葉が由来である。ちなみにマナベとは、作中ではマヤ、ま、や,やクラスメイトが発言している程度で、神田の本心は不明だが異性としても意識していたと思われるシーンが見られた。 通学途中によく凶暴な犬に出くわす。最初は怖がっていたが、精神的な成長とともに怖がらなくなりつつある。朝礼で立ったまま寝ていたこともあったらしい。クラス仲間との悩み等について、マヤに数回相談をしに行っている。最初の挨拶は相変わらず決まって、批ヒ、である。一度目は、合唱コンクールの曲目決め等について誰も協力してくれないという悩み。 クラス仲間の間で相変わらずいている存在らしく、そんなカズと純粋な生き方という共通点で過去の文とダブらせるマヤ。二度目はマヤの指示通り自分で考えて小学生時代と同じくクラス仲間全員に手紙を書いたが仲間や先生にも相手にされなかったという悩み。幸せになろうとしていた過去の自分とダブるのでさらに冷たく突き放すマヤ。 結婚に逃げても幸せになれないと言い放つ。三度目は、喧嘩やいじめの撤廃を進言したが馬鹿にされたという、悩み。このことで、自分は、偽善者ではないのかと思い込んでいたが、マヤより、自分の意見を単純に押し付けるのではなく、相手のことを本当に思っていれば、自分のことをいつか分かってくれる。そう信じなさいとの忠告を受ける。小学生時代。 マヤによる真の愛情を最初に見抜いていたのは、カズミだった。最後は、お笑いサークルを作り漫才トリオを結成した時。結成理由は、周囲に何を言われても、自分の好きなことをやれとマヤに教えられたから。身近な人のモノマネという題で、相方 A、マヤのマネ、相方 B、自分の母のマネ、最後に、カズミが、ティヒ、自分のモノマネというオチ。 脚本の湯川和彦は物語の主人公となるのは神田和美であると語っている。オーディションにはもともと参加していなかったが、最後の最後でスタッフに発掘され、和美役に選出された。和美役の選考にあたっては当時難航を極めており、シダの存在なしに本作の放送の実現はありえなかったとスタッフに言わしめた。オーディションの際にはあまりの逸材ぶりに、 スタッフの間では、歓声とどよめきの声が漏れていたほどである。しかし、なぜこんなに、おとなしい子が、最終審査にいるんだろうと不思議がった、審査員にいたという。和美役のオーディションは、当初、梶原光が参加していたが、途中で自分には、不適任と判断し、自ら佐藤恵里花役に立候補した。その結果、児童役決定第一号となった。ちなみに、 一年半後、女王の教室スタッフで、演歌の女王が制作されたが、このドラマで、シダの出演はなかった。代わりとして、半海カイカズテル演じる医師の役名が、シダ、病院名も、シダ病院となった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。